種類によってあの作り方を若干変えてて、衣もいい旨味が出てきましたね。というわけで今日はね、幸町に来ました。岡山市北区の幸町、岡山駅から多分10分ぐらいの距離にある場所なんですけども、今日はね、こちらのお店ジャンガラさんっていうね、コリアンキッチンのお店に行こうかなと思います。お昼営業もやってるそうです。話したら長い、もう正直好きとか何もなかったんですよ、本当に。もういろんなきっかけで、でも興味はあったからもうやろうって感じです。前の社長が奥さんとやったらどうっていう話で、でも即答でやります。でやってたらまあ興味はどんどん湧いてきて、勉強してこういうのやったらいいなとか、そこからなんかちょっと僕自身がハマってきたんですね。今日はですね、ジャンガラさんにやってきました。このヤンニョムチキン、じゃあちょっといただきますね。うん、あ、すごい肉が柔らかいです。あ、ちょっとピリ辛な感じと、なんかあのシナモンのような感じがしますけど、これ、シナモンは食べた時にも鼻に抜けるんですよね。めちゃくちゃそのシナモンほど香りはないんですけど、皆さん絶対に分からないって言うんですけど、山椒はなんか鼻に抜けるっていうよりは口の中で結構ふわってきっくるんですよ。じゃあこれがもう岡山の
この美声町からの 豚肉という、そうですね、だけど一応日本人がまあ食べるから、日本人向けにそのままでも食べられるよう一応やってます。いただきます。これごま油ですか？なんかそんな、あ、ごま油ですね。いただきます。ん？何て言うんですかね。かなりボリュームがあって、あ、はい、うん、美味しいです。食べ応えあります、ね。うん。美声豚どうですか？すごい柔らかくて、なんか、なんて言うんですかね。普通の豚と違ってすごい柔らかいのと、はい、この油がやっぱ しっかり落ちてるんで、重くもなくっていう感じですね、まあ、味もやっぱしっかりしてますね。なんかバランスね、この薬味というかネギ、もやし、キムチといろいろあるんですけど、ちょうどこの豚とマッチする感じですね。さらに旨味が引き立つようなそんな感じでございます。独自のあれですか、独自というか、なんかどっかであるの。いや、もう全く自分で最初やって、そこからもう何回やったかなっていうぐらいやって、で、今これに着いてる。なんか伸びるのも大事だけど、やっぱ食べて美味しくないとっていう。炒めと、一応キムチーズなんで、キムチもちゃんとないといけないし、チーズも大事だし、バランス、みんなのが多分バランス的には一番。時間が経つともう結構伸びが悪くなるんです。
で完成です。うまっ。チーズキンパいただきます。キムチーズキンパ。うん。うまっ。チーズすごいっすね。うん。うん、もうこのちょっとまた変わった感じですけど、もうなんていうんですかね、おやつ感覚というか、なんかいいですねこれも。こっちが、こっちがホルモンスンドゥ。こちらキノコスンドゥなんですけど、ちょっともうちょっと。あでも、 もう全体的に日本人好みの味にもう してるってことですよね。あ、今度の料理ですか。はい、そうですね、あのソースとかは、ソースとか例えばこのチゲ鍋の、はい、だったりとか、はい、向こうの風味とかはでもちゃんと残ってるかなって感じは。味付けはでも基本的には日本向けにやってますね。の種類によってあの作り方を若干変えてて、あ、その海鮮は神戸とか。あ、そうですね。三軸からの方のこの辛いソースが、なってね辛いんですけど、やっぱザンガラさんのこのスンドゥブの美味しさというか、こう旨味があるからいける。ごめんなさい、動画的に全然面白くないかもしれない。完食するぞこれ。あ、美味しくなってきた。もう美味しくなった。もう慣れました。美味しいですよね。はい、うん、うまっ。ありがとうございます。なかなかその最近韓国のご飯ってのが、まあ、お店がどんどん増えてきたんですけど、そうですね、やっぱりこの今日食べてみて、はい、まあ、いろいろある中でなんかそう食べたんですけど、本当に日本人に合う。そうですね、います。ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。